入院お風呂え、お風呂上がった。あ、うん、入院11日目、うん、誘発6日目。あ、そうか、誘発するまでは別に普通の、別にそんなしんどいことも何もないんか、なかったもん。うん、そうやね、そういう大きい辛いことはなかったね。痛いことはまあちょっと内心とかはあったけど。で、誘発分娩が7日から始まって、うん、えらい、もうほんまや、出産陣痛とか始まったらみんなもっと辛いんやろうけど、うん、そんなん考えられへんぐらいしんどい、しんどかったね。うん、まあ、痛いし、だってまあ無理やりさ、陣痛来てないのに起こそうとしてるやん。だから終わりが見えへんしね。終わり見えへんし、終わってないし。なんだろう。さあ。うん。まあ、そうやな、毎日ほんま、だってまあ、わからんもんな。急に、まあ今までもそうやったやん。だから、毎日さ、あれがこんな感じ、うん、こんな感じとか、もうすごい、まあ、しんどかったりとかっていうのを聞いたりとかしながらさ、でももしかしたら今日生まれるかもしらんっていう毎日やんか。うん、そう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 。辛いよね。なんかみんなからも、どうとかさ、連絡もらってさ、もう楽しみにしてもらってるの嬉しいんやけど、ちっちゃいこともさ、なんかもう今ええてって思っちゃうよ。うん、まあ、もう親とかね、うん、まあ今はいいよ、もうとりあえず自分優先で。そうそう、そうやね、うん、うん、まあまだどれぐらいかかるかわからんけど、怖いね。ほんまやったらな、ほんまやったら昨日11日目指してたのにな。そうそうそう、まあ無理やったけど、とりあえず今日はもう私の体力と、なんか赤ちゃんの体力を戻すためになんかお休みにしようかってなって、ちょっとメンタル戻ったけど、まあだから今取れてんねんけどな。えそうやね、昨日までのメンタルじゃ絶対そんなに、そんな絶対無理やったもんな。そうやね、確かにもうこうやってこの時間に喋ってる余裕もないぐらいやったし、うん、なんかカズマくんのバラ色 TV あるやん、うん、毎日見てもうなんかちょっとカズマくん映っただけでも泣いてたわ。帰りたくて。ほんまに、いやお前笑かすためにやってんねんけど、いや笑う前にもうなんか、うん、泣いてた。うーん、わ楽しいけどね、大変やろうなぁと思いながら、まあ、まあまあこのとりあえず誘発始まってからの5日間は、うん、まあ終わりのない戦いで、かつ、まあ、死ぬほど痛いねんな。そうそう、バルーン入れてね、下からバルーン入れて、手から点滴して、お腹にはもうストレステストつけて。もう地獄やで。でも、それをね、朝の9時から夜の9時、10時とかまで終わらへん。気狂うな。あんまり一人きりでしかも。誰もいいから。12時間ずっと痛いってことだろ。そう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 。まあ、聞いてる証拠なんやろうけどね。だけど出てこうへんみたい。まだ下がってこんから、
って言ってたわ。なんでこんなふうには急いで出そうとするんですかとか言ってわけわからんことに先生に聞いたりそれが情緒不安定って言うの。本当にあの助産師さんはほんまになんか寄り添ってくれあるあれは、だからもうそういう勉強もするんやろうね、メンタルの勉強。もうよいっぱい泣いてる人いるもん、子供を産んだ赤ちゃんこ連れてガラガラって赤ちゃん引きながら泣いてる人とか、夜廊下に出て電話しながら泣いてる人とか、産んだ人が泣いてるから産んでからも辛いかもしれんけど帰りたいよ早く。まあ頑張ってとしか言われへんけど、もう毎日のお前のさメールとかあるとさ、なんかもうほんまなんか下手なこと言ったらさ、なんかもう情緒不安定でさなんかあれやからさ、でもなんか頑張ってって言い過ぎんのもあれなんかなやけどさ、でもなんかこうポジティブなこと言った方がいいよなとか思いながらさ、今はさ今日一日休んでさ、まあいつもの感じやん。でもあのいっちゃんひどい時のとかさ、もうなんか喋ってたらさ、俺もちょっと涙ぐむぐらいさ、なんかあーほんまに辛いんやと思ってさ。なんか出会って13年あんまりなかなか見えへんよね。そうやな。確かに自分でも思ってたわ。まあ言っててもあれやし、まあ終わり、いつも言ってるけど、まあ終わりがあるからな絶対。ちょいつ終わるの教えて。多分だから土日なくて多分月曜火曜ぐらいちゃうかな。ほんま？多分。ほんま？まあ、来週中ちゃう？さすがに。長い。来週中ってまだ持ってないやん、ガンマくん。まあ、祈っとくわ。俺ももう、まあ、いい加減早く帰ってきてくれへんかったら。私、インクでなんか困ることある？ないんかい。困ることないやろ。すぐできる。そうやろ、別に困ることないやろ、なんでもできるし。いやまあできるけど、結局もうずっと全部マリーがやってくれてたからさ、自分結局だから洗濯買って毎日俺は回さんからこう脱いで入れて2、3日分溜まって洗うみたいな。だからまだ2回それ別にこれ困ってないやん。やけどだから、まあ、もう全てがめんどくさいよな。何よりもう早く帰ってきてくれへんかったらもう動画毎日編集やってられへん。そこかよ、死にそうやわ、頭がパンクしそう。なんかあんま納得いかんなその返事まあとりあえずもう寂しいとかやったらわかるけどさ、なんか寂しいとかっていうよりかもうそのお前がさなんかしんどいしんどいって言ってんのを聞いてたらかわいそうやしさ、もう俺もしんどいからさ、なんかもうだから早く帰ってきてほしい。もうだからその別にさ帰ってきてからのさなんか家のこととかはさ別にとりあえずその動かれへん1ヶ月とかはさ別に俺がやるやん。つらいね、カズマくん。でもそれってだから別にこの精神うまいやん、今帰っても洗濯もカズマくんしてもらうのか。でもなんかこう一人とは違うやん、なんかこれやってとかって言ったら別に やるやん。それが寂しいっていう心やで。あ、ほんじゃもう寂しいから上がってきてくれ、帰るあまあとりあえず言わしてる、まあ、とりあえずまあもうあんま長くあれもしんどいやろうからもう泣けちゃう。まあとりあえずまあ多分来週やわまあもう先生もそんなしてられへんのちゃう。そうやろ、下手したらもうそこまで長引いたらもう帝王切開になったりするかもしれんしな。帝王切開ができるだけ嫌やから
こういうふうに頑張ってんのに最終帝王切開やったらほんまちょっと辛いな。まあね、大変やろな。でもまあもうしゃあないよな。なんかうーん、それそまあ向こうの判断に赤ちゃんと母体の状態の判断やろね。そうやろな、まあ、一番いいように多分してくれるやろうから確率がいいような。うん、まあ頑張って頑張る、うん、明日からまた明日からまた夕飯始まんの分かんない。とりあえず絶対朝内診あるから状態ので、それでまた見るんやと思うけど、日曜日ってそのやっぱ土日結構人が少ないから、うん、分娩が進んじゃった時のことを考えてはるかもしれん。ああ、だから初め言ってたやん。だから土日はあんまりそういう内容にする。うんうん、だから来週って言ってね。うん、そうかもね。まあ一刻も早くとは思ってますけど。祈ってます。うん、ありがとう、うん、早く降りてこーいローズ下へ降りてこーい。マリエ泣いてんぞ。オッケーオッケーやってオッケー。あの茶葉やじゃあまあそんな感じで、うん、また何かあったら電話して。はい、ありがとう。じゃあ頑張ってね。クレルにもよろしく。今日の動画まだ見てないやろ。見てない。うん、今日投げた？今日の動画見たらじゃあまた多分泣くかもしれん。嘘やだ。今日明日。分かった。楽しみにしてみるわ。うん。うん。じゃあおやすみ。ありがとう。じゃあね。はい、おやすみ。はい、おやすみ。